ベニガオザルは、哺乳高霊長目、オナガザルカマカク属に分類される霊長類。インド北東部、カンボジア、太陽国西部、中華人民共和国南西部、ベトナム、マレーシア、ミャンマー北部、ラオス、香港に移入。東道町雄51.7から65センチメートル、メス48.5から58.5センチメートル。 オナがオス0.3から1 3ンチメートル、メス1.5から6 9トル。体重オス9.9から1 0 2ラム、メス7.5から9 1ラム。暗褐色の体毛で覆われる。顔は赤い皮膚が露出し、加齢に伴い黒い反転が増加し顔が黒一色になる個体もいる。尻も赤い皮膚が露出する。幼獣は白い体毛で覆われる。陰形や、 膣の深さが長い。熱帯域にある常緑樹林や落葉樹林に生息する。二重から三十頭からなる群れを形成して生活する。植物の葉、果実、タケノコ、昆虫、鳥類の卵などを食べる。繁殖様式は耐性。幼獣の時から排卵していない個体や同性間に対しても頻繁に性交渉を行う。一回に一頭の幼獣を産む。 生息地では、食用とされたり、伝統的に薬用になると信じられていることもある。米や、とうもろこしなどの農作物を食害することもある。木材採取や薪木採取のための森林伐採、道路建設やダム建設、農地開発やプランテーションへの転換などによる、生息地の破壊及び土壌流出、食用や、薬用の卵殻やペット用、実験動物用の採取、 スポーツハンティングなどにより生息数は減少している。1977年に霊長目単位でワシントン条約付属下ツ2に掲載されている。日本では2020年の時点でマカ家族単位で特定動物に指定され、2019年6月には愛願目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。